こんにちは、かくちゃんこです。今日もよろしくお願いいたします。来てくれてありがとうございます。おかみさん、はい、甘いものが好きだそうだね、私は甘いものが好きだ。今回は大食いではないんだけれども、低糖質のお菓子を、まあ料理を作るよという企画やりましょう。初の、ありがとうございます。ご協力よろしくお願いいたします。任せてください。プロの料理家でございますからよろしくお願いいたします。そしたら本日作るのはこれだ。低糖質バニラアイス&チョコレートアイス。食べれちゃうの？とてもとても大好きなアイス、作っていきたいと思います。スタート。完成。さあ、たっぷりね、冷やしましたアイスの方完成いたしました。見てください、こっちがチョコレートアイス、そしてこっちがバニラアイスでございます。もうカチコチでございます。じゃあ盛り付け開始です。ドン。僕の大好きなブルボンさんのカーボバランス豆乳きなこウエハースをトッピングしたいと思います。これ糖質1袋2枚入り、ウエハース2枚で 4.3g です。もう最高のお菓子、マジでもう大好き。ありがとうブルボンさん、さすがブルボンさんですよ。ブルボンさんのね、クラシックシリーズ大好きですよ。アルフォートとかね。盛り付け完了。低糖質バニラ&チョコアイスです。実食いただきます。
けかけのチョコ味ですね。いただきますよ。おーこれはめちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ濃厚。すんごいチョコの風味。うわーこれちょっと感動してる。え、マジでうまいよ。うん、あやっぱクーベルチュールチョコのチョコの風味というかうまみがすごいギュッてされてる。チョコの質が効いてるな。いやおすすめですね、クーベルチュールチョコ成城石井さん。そして次バニラ、いただきます。こっちも美味しいバニラ味ですね。やっぱりね、ジャリジャリ感が強い、どっちも結構。やっぱそうだな。そうだよね。今回僕の大好きなエモジョアキュイジームさんという、YouTuber の方ですね。もう料理、もうパティシエさんかな、がやってるアイスのレシピを元に概要欄にリンク貼っておきます。やってるんですけれども、アレンジといたしましては、エモジョアさんはですね、まずカカオチョコレート 99% でやっているというのと、あとは今回僕らはラカントを使いましたが砂糖でやっておりますね、エモジョアさん。で多分砂糖の方だとジャリジャリ感とかは少なくなると思うんですが、それはラカントと砂糖の差なのかなとか思ったりしますね。あ、すっごい美味しい。かくちゃんチョコのアイス超好きなのね。チョコアイス大好きですね。何が一番好きだろう、チョコアイスだったら。でもファミリアとか永遠に一人で食えてた。あれを抱えて、あれを抱えて一人暮らしの、ね、箱の、そうファミリー用のやつ、ね、ちょっとウエハースに開けていただきます。間違いない、間違いない。バニラアイスとチョコアイス、どっちもどっちものっけ、どっちものっけでいただきます。最高じゃん。おいしい。これ頑張ってシャカシャカした甲斐がありましたね。よかったよ。もちろんみんなはね、ビーンってやつでダラーってやった方が簡単なんで全然そっちです。ダイエット目的でやってるから、あれはそうだった、ダイエット目的だから運動だから、あれは実質マイナスカロリーですよ、こんな本当に美味しい。めっちゃ美味しい、マジで。冷やして固める前に味見した状態より、味見してちょうどいい状態よりちょっと多めに入れるのよ。なんか冷たくすると確か甘みが少なくなっちゃうんだよね。そうそうそう、なんだけど、このラカント S だと、冷たくしても甘みそんなに落ちない。ちょっとなんか結構甘くなる、結構甘い、結構甘い。それに驚いてる。減らしてもいいかもしれないね。なるほどな。ごちそうさまでした。ちょっと至福の時間でございました。これすごいおすすめ。シンプルだしね、材料も作るの簡単。卵1個でチョコかバニラか どっちかに進化します。分岐進化です。 EV 的なね。めちゃめちゃ美味しい。いや最高でした、最高でした、ありがとう。本当に美味しかったです。で今回の糖質量なんですけれども、ダイエット料理やからね今回は、まずチョコの方、さっきできた器全部の量を食べてもなんと糖質 10.8g です。なので僕今一玉ねこのくらい食べたから、多くても 1.0g くらいの糖質量でございます。めちゃめちゃすごいね、これは。量的には素直2個分ぐらいあるのね、チョコアイスだと。あーそうだね、素直2個分の容量くらい、はいはい、2個分くらいあって、それで糖質 10.8g、 すごいですよ。そして
バニラの方、バニラの方も、さっきのできた状態ね、できた分の量で、なんとバニラはですね、糖質 2.8g です。オーマイオーマイガッツ、すごいよ。あの全量食べても糖質 2.8g だよ。食べ放題もうすごいです。だから僕こんくらいだったから、食べたのがこのくらいだったから、いやもう 0.2g とかかな、もしくは 0.3g くらいかな多分苦笑いされたなんか知らんけどありがとうございます。いやー嬉しい。これはね、作る価値あるね。もちろん素直さんとか買ってね食べたい時もいいけど、もうちょっとお休みの日とかにね、バーッとチャッと作って、作るのもどんくらいだったっけ、2つチョコとバニラどっちもやって1時間くらいだったけど、シャカシャカを手動でやったから、僕らはで撮影もしながらとかだから実質30分は無理か。30分は全然いけるんじゃない。あ、本当？ちょっと作ってみてください、誰か検証してください30分40分あればこの量の糖質が低いダイエットアイスを作れるってめちゃめちゃお得だと思う。本当美味しい。チョコ特に美味しいかも個人的には。結局糖質多い方かいってなるけどね、それはもうチョコレート入れてるから、それはそうだわ。クーベルチュールチョコレート 99% でもね、試しても面白いかもしれませんね。チョコの今ドーンきます。これはおすすめです。エモジョアさんの、レシピをもとに今回作ってみました。ではまた来週、ありがとう。かくちゃんこでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。